昭和43年1月、この日、常磐線と東海道本線を初めて直通し、茨城県の高萩駅と大阪市の安治川口駅とを結ぶコンテナ特急常磐宝の運転が始まりました。従来の貨物列車は必ず田端操車場などのヤードで編成を組み替え、相当な時間を要していました。高速道路の開通で台頭するトラック輸送に国鉄はスピードアップで対抗。コンテナ列車は新しい時代の貨物輸送の主役となっていきました。